最初は不安でしかなかったんだけどね、撮る側としてもね、はい、大丈夫なのか、出口さんちゃんとスミレになるんだろうかっていう、その分よっけこう目が離せなくなるっていうんですかね、自分でも演じていてそこまでコントロールできてない感情が出てきてしまうシーンとかがあって、お芝居を超えて何かがこう溢れてしまったっていう感覚が僕が撮ってる輪の中でも何度もあって、面白いなこの子と思いながら撮ってました。いや、森さんは最初に会ったの2年、もう2年ぐらい前なのか、はい、1年半、ま、2年ぐらいです。ドラマの中では本当に青森から出てきました、上京しました、16歳ですって、もう本当にそう見えるんだけど、こうやって接してるとギャップがあって、役とのそこに驚くぐらいだから、 あの時本当にだから器用だったんだなっていうのがさ、こうやって見ると、あ、そうか、あれは演じてたものなんだなっていうのを。ちょっと前、部屋の温度を2度ぐらい下げてもらっていいですか。暑いですね。